日本大阪二拓市日吉台日吉台は大阪二拓市北部の町名1番町7番町で構成される2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである国勢調査による人口の推移国勢調査による世帯数の推移日吉台小学校北日吉台小学校私立小中学校に通う場合校区は 以下の通りとなる。日吉台には二つの小学校が存在し、上記の校区に2分される。もともと、日吉台全域は、日吉台小学校の校区であったが、生徒数被害化に伴い、1989年4月1日、北日吉台小学校が新設され、以降に校区体制となる。芝谷の科学校が開校する1982年4月以前は、高槻市立、 第8中学校の校区であった。2018年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。かつて1番町の東より3番町にも10店舗前後で構成する商店街が存在したが近年廃業する店舗が相次ぎ現在数店舗しか営業してないシャッター通りとかし最低でも近隣の真上町。 寺谷町もしくは高槻駅まで行かないと十分な買い物ができないのが実情である。セブンイレブン高槻日吉台店、関西未来銀行日吉台プラザは店名に日吉台の表記があるが住所は宮形に町である。日吉台テニスクラブが4番町後にあったが後に取り壊され、現在は小建ての家が建っている。8面のテニスコートがあった。 日吉台開発直後、多くの社宅、寮、館舎が建設されたが、景気の低迷とともに、現在そのほとんどが取り壊され土地売却され、下記のように民間の住宅に建て替えられている。なお住所表記は、当時のものである。2010年代に入りすべてが解体され、デベロッパーに土地売却、下記の住居として開発される。ありがとうございます。